ライプツィヒの戦い、ライプツィヒの戦い、ライプツィヒの戦い、A、バトルオブライプティヒ、フツ、バタイユデライプティヒ、1813年10月16日から10月19日は、ナポレオン戦争における最大規模の戦闘。諸国民の戦い、独、ボカーシュラクト、A、バトルオブザネーションズとも呼ばれる。ドイツ東部のライプツィヒ、当時のザクセン王国領で、ナポレオン1世紀下のフランス軍19万と、プロイセンロシア帝国、オーストリア帝国、スウェーデンの連合軍36万の間で戦いが行われた。3日間の激戦の末、圧倒的な兵力差の前に、フランス軍は敗北した。フランス軍では、ポニャトフスキが戦死、4万以上の死傷者を出した。一方、連合軍も5万以上の死傷者を出した。戦闘の結果、ナポレオンのドイツ支配が終わった。連合軍の総司令官は、元フランス軍元帥のジャン=バティスト・ジュールベルナドと、後のスウーデン王カール14世ヨハンだった。ロシア遠征、半島戦争でのナポレオンの敗北を受けて、反フランスの第6次対仏大同盟が結成され、イギリス、ロシア、スペイン、ポルトガル、プロイセン、オーストリア、スウェーデンとドイツのいくつかの両方が参加した。ライプツィヒの戦いが開始されるまでにライン川以東に配置されていたロシア・オーストリア・プロイセン・スウェーデン・ソタの連合軍の兵力は100万を超えていたと推測される。それに対してナポレオンの兵力は減少し数十万ほどであった。ナポレオンはドイツを再び手中に収めようと欲しており、5月2日のと5月20日から翌21日のロシア・プロイセン連合と戦ったに勝利していた。その結果、束の間の休戦が訪れたが、長くは続かなかった。ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘル、ベルナドットそして指揮下の連合軍は、トラーヒエンブルクプランを採用し、8月23日の、8月26日の、さらに9月6日のに、相次いで勝利した。これは、ナポレオン本体との正面衝突を避け、部下の部隊との開戦を志向するという戦略であった、奮進号撃。この作戦を立案したのは、ベルナドットであるとも、オーストリア軍参謀長のヨーゼフ・ラデツキーとも、プロイセン軍参謀長のアウグスト・フォン・グナイゼナウとも言われている。なお、8月26から27日のドレスデンの戦いでは、ナポレオンの本体が参加して、フランス軍が勝利を収めているが、追撃に失敗。8月30日のにおいて、追撃の一翼を担った、バンダムの軍団が包囲され、手ひどい敗北を被ってもいる。ウデの率いる12万の兵力による、ベルリン攻略作戦がグロスベーレンの戦いで、失敗したことを契機とし、ナポレオンは、北方からの攻勢に備え西方に撤退せざるを得なくなった。9月下旬にエルベ川を渡り、約 50km 離れたライプツィヒ周辺において、補給路の確保と連合軍との開戦を期して、軍を再編した。ナポレオンは、タウヒャからシュテッツリッツ、ナポレオンが陣取場所であるを通りリンデナウ南西の湾曲した形に兵力を集中させた、地図参照。プロイセン軍は、バルテンブルクに進軍し、オーストリア軍とロシア軍は、ドレスデンから、スウェーデン軍は、北方からライプツィヒへ進撃した。当初ライプツィヒに集結したフランス軍の兵力は17万7千、連合軍は25万7千であった。戦闘は10月16日に始まった。南からバルクライ率いるロシア軍7万8千、北からブリュッヘル率いるプロイセン軍5万4千が攻撃をかけ、ナポレオンの直属部隊も南方で反撃した。連合軍による攻撃の戦果はわずかしかなく、すぐに退却を強いられた。一方で、ナポレオンの部隊も連合軍の戦列を突破できず行き詰まった。17日は、両軍ともに増援が来着し、これを配備していたため、小競り合いが起きただけであった。フランス軍には1万8000しか増援がなく、一方で、連合軍には10万以上の増援が来着し、著しく増強された。18日、連合軍は総攻撃を開始した。9時間以上に及ぶ戦いにおいて、両軍とも大量の死傷者を出した。フランス軍は勇敢に抵抗したが、圧倒的な戦力差の前に戦線を支えきれず、ザクセン王国軍の一部も離反した。ナポレオンは退却を決断した。19日、フランス軍は白エルスター川を渡って退却した。退却は順調に進行したが、途中で橋が破壊されたため、伝軍として残っていたユゼフ、アントニ・ポニャトフスキ、最後のポーランド王スニスワフ、アウグスト・ポニャトフスキの甥が戦死した。彼は戦死の前日に元帥杖を受け取ったばかりであった。フランス軍の死傷者は38,000に及び、30,000が捕虜となった。ライン同盟諸邦軍も死傷者5,000を出した。連合軍の死傷者は54,000に及んだ。戦闘の結果、フランス帝国のライン川以東での覇権は終焉した。ライン同盟は崩壊し、多くのドイツ諸邦が連合軍に加入することになる。今日、ライプツヒ市での戦闘のコースはモニュメントで示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。